開業から41年を迎えた北海道開拓の村が今日、入場者数900万人を達成しました。1983年にオープンした札幌市厚別区にある北海道開拓の村。今日午前10時ごろ、入場者数900万人を達成しました。記念すべき900万人目となったのは、家族で訪れた白石区の矢田孝之さんです。入場すると関係者から盛大な拍手で出迎えを受けました。本当か嘘か信じがたかですね。開拓の村というのは何回か来たことはありますか？そうですね、子供の頃に、はい、絵を描きに。矢田さんには記念品としてバッグやハンカチなど北海道開拓の村のオリジナルグッズが贈られました。